6月2日、水曜日の山陽新聞ニュースです。岡山県内の百貨店のトップを切って、天満屋岡山店が2日、中元のギフトセンターを開設しました。新型コロナウイルス緊急事態宣言下とあって、会場は受注カウンターに仕切りを設けるなど、感染予防を徹底しています。去年に続いて、コロナ禍での商戦がスタートしました。 岡山高島屋は9日に解説します。夏本番を控え、岡山県郷土伝統的工芸品、夏川内輪の製作が大詰めを迎えています。岡山市北区の石原文夫さんの工房では、朝顔や蛍が描かれた内輪が並び、涼しげな雰囲気が広がっています。骨組み作りや絵付け、和縛りなどすべて手作業で行い、 一本の完成まで一ヶ月ほどかかるということです。岡山市の幸楽園で二日、初夏の風物詩となっている梅の実の収穫が始まりました。園は緊急事態宣言の発令に伴い、休園中とあって、見学者がいない中での収穫は初めてです。静かな園内で、造園業者が黙々と手摘みしました。 収穫量は例年並みの500キロを見込んでおり、収穫した梅の実は梅酒に加工し、園内の売店で販売します。続いて天気予報です。6月3日は岡山県南部、北部ともに曇り、昼過ぎから雨でしょう。岡山県南部の最低気温は18度、最高気温は26度でしょう。 岡山県北部の最低気温は16度、最高気温は25度でしょう。降水確率は岡山県南部、北部ともに午前0%、午後50%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞、もしくはサンデジをご覧ください。